山口茜は、日本の女子バドミントン選手。福井県出身。BWF 世界ランキング最高位は1位。勝山市立勝山南部中学校卒、福井県立勝山高等学校卒。3歳で初めてラケットを握り、中学3年生児の2012年、アジアユース U19 バドミントン選手権、大会団体戦で、金メダルを獲得した。 千葉ポートアリーナで開催された世界ジュニアバドミントン選手権大会の女子シングルスと混合団体戦で銀メダルを獲得している。同年12月の全日本総合バドミントン選手権大会では史上初めて中学生で初戦を突破12月20日に史上最年少でバドミントン日本代表に選出された。高校進学後、 一年生時の2013年8月に、全国高等学校総合体育大会バドミントン、競技大会女子シングルスで優勝、中国、南京市で開催された第2回アジアユースゲームズでは、小賀ノルトペアを組んで混合ダブルスで、金メダルを獲得した。9月のヨネックスオープンジャパン開催時は、世界ランキング145位で予選から出場し、 本戦2回戦で世界選手権銅メダリストのシンドプサルラ、準決勝で前年度優勝者の大使英を破って決勝に進出。決勝戦では内田静香に2から0で勝利して、同大会の全種目を通じて日本人初の優勝を達成。16歳3ヶ月16日での BWF スーパーシリーズ制覇は史上最年少記録。11月に、 バンコクで開催された世界ジュニア選手権シングルスでは2年連続で決勝に進出し、大堀彩との日本人対決を制して、金メダルを獲得。12月の全日本総合バドミントン選手権大会では、史上最年少優勝を狙ったが準決勝で、広瀬栄里子に敗れた。2014年2月16日から23日にかけて、台湾の台北市で行われた。 アジアユースユ u 十九選手権大会において、女子個人決勝戦で、中国代表選手鬼のゼロのストレートで破り、本大会で個人として初優勝を果たした。前年の大堀彩に続き、日本人で同種目を制したのは二人目。三月二十から二十四日に、長野県で行われた、平成二十五年度第四十二回全国高等学校、選抜バドミントン大会では、 シングルス優勝、ダブルスでは3位に入賞した。高校2年に進級後、4月7日から18日にマレーシアで開催された2014年世界ジュニア選手権でシングルス2連覇を達成。8月1から6日に千葉県で行われたインターハイではシングルスで2連覇団体とダブルスでベスト四入りを果たした。八月十六日に開幕した第二回。 ユースオリンピックの開会式で日本選手団の騎手を務め女子シングルスで準優勝を果たした。11月には BWF スーパーシリーズプレミアの中国オープンで準優勝。12月の全日本総合選手権大会では前回大会優勝の三谷美夏を2から0で破って初優勝を果たした。17歳6ヶ月での初優勝は大会史上2番目に若い記録である。 12月 UAE のドバイで開催された BWF スーパーシリーズファイナルに出場し、1次リーグ戦で大田出し勘、ラチャノック・インタノン、大使 A に3連勝し1位で準決勝に進出。準決勝では聖、池、玄に敗れて3位となった。高校3年生時は8月の世界選手権を辞退して同時期に行われたインターハイを優先。 シングルスで史上初の3連覇を達成。ダブルスは準優勝、団体で3位となった。高校卒業後、進学はせず、最終間制約所に入社することになった。2018年4月19日発表の世界ランキングで1位に浮上。シングルスの日本選手が世界1位になるのは男女を通じて初めて。ありがとうございます。